とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ今日は、ダウンロードコンテンツ第3弾で、新しく出てきた極ボス、挑戦していきたいと思います。今日行くのは、極、闇に狂い咲く花、花子さんだね。あれの怨念のやつに行きたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ノーマルと超は戦ってみたけども、もう超ですでに強かったからね。まあ元々の花子さんの火属性だと思ったらいいのかな。なんか後々炎をまとった攻撃が結構きた。でそれ食らうと持続ダメージ受けるからちょっと注意なんだよな。危ねえ。基本の戦い方は一緒、ほぼ一緒。まあまあ前よりもちょっと攻撃がものすごく痛くなってるので注意はすごく必要になってくる。 OKOKOK。 どこだ、そっちか、どっちだ。ああ、無理。よっしゃ。え、おお、びっくりした。あ、これ無理か。無理だ。全部取るのは無理だった。よっしゃ。次下でしょ。あ、上かい。あ、無理。これ久しぶりにするけどさ、無理に取りに行っちゃダメだからね。無理に取りに行っても、攻撃受けるだけだから。無理と思ったらもう引くことも大事。おいおい、誰かやられてるぞ。とんでもないダメージが来る。でもこのハートはでも怖がらずに突っ込んでいったらいいんだわな。ちょい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 、わいい、あぶね。あー、やばいやばいやばい。ここで混乱してる時にパーリータイムはやばいぞ。いいかいいか、ダメダメ、近寄っちゃダメ、近寄っちゃダメ。あぶねえ。よし。で常に動きは速いと思ってたからいいよ。普通の花子さんたちのグレート化した状態がこいつのノーマル、それは覚えておいてください。でこいつがグレート化するとさらに攻撃とスピードがゴリゴリ上がるから要注意。やばい、誰かやられてる。やばいって。うそ、ちょっと待って。いやー、まずい。うそ、やられたやられた。またの頼む。うわー、これほんとまずい。とにかく生き返らせよう。いやー、強すぎるって。とにかく炎の攻撃にはマジで要注意。いけ。上から降ってくる炎とかにも当たると即死級のダメージもらうからね。これパーリータイムも絶対食らっちゃダメ。前はねちょっとこれ冒険して危ねえ。敵をねチャンス取ろうと切り込んでいったけど、それもねやめといた方がいい。まだ敵は、あっ、ぶれ、本気にはなってない。グレート化した時がマジできついからね。よし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 、とりあえずダメージ与えれる時はもうガッツリ与えていきましょう。来た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 、こっからだ、こっから。よしよし、ハートの時は切り込んでいこう。あ、やばい、これ多分次くらいは死にそう。回復しとこう。ナイス。あ、そうね、ここは氷結属性が向いてるね。敵の動き遅くするしいいと思う。あ、これパーリナイト、パーリタイムか。これ絶対食らっちゃダメ。うわ、もう近寄りたいけど近寄れないんだ。危ね、
よし、チャンス、あぶねえ、もうちょっと、もうちょい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 、やっぱあぶねえ、避けれた、よし、あ、今回はなんかいい感じに早く倒せそう、よっしゃー、いけた、うん、もうほんと今作じゃないな、ダウンロードコンテンツの3弾で出てきたボス、もう全部要注意、めっちゃくちゃ強いから要注意です。で、ボス武器か、ボス武器を入手したみたいだね。で、報酬もめちゃくちゃ美味しい、クリア報酬がまあ6万ぐらいと、超経験値ボールが6個、ガシャコインが6個、うまいね、もうマゼラタイタンの時代じゃないよ、前はもうほとんどねマゼラタイタンか、あとはデイリークエストのね悟空ぐらいだったけど、もう今はこういうクエストだよ、レベル上げはもうすぐ、本当にすぐ上がると思うから。では出たメダルのレベルを見てみようか、いくつぐらいだ、入手順、はい、おお高い、841ということはボスが840前後ぐらいか、でも、スキルはいまいちいい感じではないね、はい、まあ、とりあえず今日は、花子さんの新しいボス行ってみました。めちゃくちゃ強いからね、今までと同じだと考えると痛い目を見るので注意して戦ってみてください。マルチとかでやるとね、いい感じだと思うよ。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。